こんにちは、アヤジェネレーションプラスグループアグタスです。デスカフェ東京主催中藤様とお送りしてまいりました、動画配信ですが、今回のテーマはアヤガン×グリーフケアということでお送りします。過去2回の動画配信でグリーフケアというワードが出てきましたが、さてグリーフケアとは何なのかということについてお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。中藤さん、今回もよろしくお願いします。最終回よろしくお願いします。今ね、お話にもありましたが、そもそもグリーフケアって何でしょうか？はい、多分日本でグリーフケアっていうと、死別を経験した人へのサポート、ケアという意味が、はい、一番よく使われていると思います。なんで、どうぞ。すいません。その亡くなった、理由とか原因とか、それは関係なく、身近な人の死を経験した方が受けられる支援というか、そういう形なんでしょうか？そうですね。なので、なんか、その死別のケアっていうと、ご遺族のケアみたいに捉えられることが多いんですけど、実際は関係性も、今、ふみさんに言っていただいたように、関係ないんですね。だから、お友達でもいいし、知り合いでもいいし、極端な話で言うと、知らない人でもいいんですよ。例えば、芸能人のね、方と有名人の方が亡くなった時に、悲しい思いをしたっていうのも、それももちろんグリーフケアの対象になると、はい、なります。ということはこう、例えばペットとか、はい、過去の例えば戦争、今8月の戦争を聞いて、はい、ちょっと心を痛めてしまった方とか、はい、そういった方も対象となるんでしょうか？そうですね。あと、ちょっとまあ、人によっては意見が違うかもしれないけどですけど、自分の好きなアニメとか、漫画のキャラとか、そういったものもそうでしょうし、もしかしたら対象は生き物じゃない場合、要はその人にとって大切なものを失ったことに対する様々な思いと、それに対するケアやサポートなので、僕はグリーフケアの対象っていうのは、もうその人の思い方次第じゃないかなっていうふうに思っています。ただまあ一般的には、人かペットかなっていう感じですね。はい。また、そうですね。そのケアは、いつから始まるといいますか、始まるとかお願いしていいものなんでしょうか？はい、本来であれば別にいつでもいいと思うんですよ。逆に言うと、誰かを亡くした後から始まったら、もうその時点ではもう誰かが亡くなっている状態なので、むしろ遅いかもしれない。ただほとんどの場合はやっぱりどなたかを亡くして初めてそのケアに関わる、まあ、サポートにつながるっていうことが多いと思いますが、まあ、いずれ誰かを亡くすわけですよね、人間って生きてるのであれば。そう考えれば、そういったことを考えたり思ったり瞬間から本当は始まっていていいんだろうなっていうふうに。ということは、例えば、まあ、がん経験者であれば、はい、経験者がこう、まあ、末期がんというふうになった時に、はい、周りの方、ご家族や友人が、はい、その時点から受けてもいいというか、受けれるということでしょうか？そうですね。逆にそういうタイミングで初めて身近な人を亡くすっていうことを具体的にイメージするのかもしれないので、やっぱ本来であればそうした時から関わったりつながることができたら、ケアやサポートをしている側としてはすごくいいかな。ただ現実にはなかなかそれは難しいっていうのがあります。
それは、自分からお願いするものですか、それともなんかこう、なんでしょう、その誰かの死別しそうな時、死別した時に誰かが教えてくれたり紹介してくれるようなものなんですか。そうですね、多分今の日本だと自分から探していかないと、なかなか出会えないものになってるのかなというふうには思います。本当はそうじゃなくって、身近なね、接点が日頃からあった方がいいとは思うんですけど、うん、はい、現実には、なかなかやっぱり自分から探すってことを求められていますよね。海外とかではまた違った方法になってるんですか。というわけではないですけど、やっぱり情報に触れる機会は多いみたいですよ。例えば病院とか葬儀屋さんがそうした情報を提供してくれるとか、あと行政の窓口でも、例えばまあほとんどのところだと死別亡くなったらその届けをしに行きますよね、うん、そういったところの窓口でこういった場がありますよって形で資料を渡されるってことが多いというふうには聞いています。ただ日本ではまだやっぱりそこまでやってるところがないんですよね。ごく一部聞いてはいますけど、病院の中にあったりとかそういうことはあまりないです。いや、ところが多分病院は結構あるはずです、うん、まあ、特に緩和ケア病棟を持っている病院とかだと、その緩和ケア病棟に関わった患者さんのご家族のケアっていう意味で、まあ、自主的な活動に近いんですけど、設けてるところの話はよく聞きます。グリーフケアをされてる方のことを何と呼べばいいんでしょうか。グリーフケアラあんまり考えたこれさん、なんかこう、ますか。いや、特にないんじゃないんですか、呼び名は。あんまりだからその、ケアって言っても、いわゆるその介護とか病気のケアとはちょっと違うので、なんかケアラーっていう言い方は僕の中ではすごく馴染まないですね。だからといってなんか呼び名があるかっていうと、ごめんなさい、ちょっと思い浮かぶものがないな。はい。じゃあ、例えば緩和ケア病棟に関わることとなった人がグリーフケアを受けたいなって言ったときは、なんとか院さんとかなんとか師さんとかじゃなくって、グリーフケアの方につないでもらえますか、うん、とか、そういうような言い方で大丈夫なんです。多分こういう場がありますよっていうふうに病院の中で案内をしてくれるんじゃないですかね。もしくはそういう情報に触れる機会があるんだと思います。例えば病棟の中の掲示板にご遺族の方が集まる場、はい、あれ病院の中か、病院の中だとちょっとリスクが高いか、でも何かしらそういったところだとやっぱどなたかがその情報を伝えてくれることが多いんじゃないかなというふうに思いますね。逆にそうじゃない亡くなり方をすると、なかなかそうした場があるっていう情報を知ることは難しいですよね。特にその亡くなった直後とかで自分もそういったことまで手が回らない、いろんな手続きで忙しいっていう方に、そのグリーフケアの情報まで自分で見つけてくださいっていうのはなかなか酷なお話ですよね。特別若い方のグリーフケアだと気を使われてる部分とか、なんかこだわりというか、違いがありますか？いや、基本的にそれは世代とか、それが必要な理由は関係がないと思っています。特に若いからどうだとか、お年寄りが病どうだとか、病気がこれだからこうなるっていったものは考えたことがないですね。うん。それはないですね。ただ、
接点を作るのが難しいですよね。グリフケアってやっぱり縁起のいいものじゃないじゃないですか。でも治療中の方々からしたら、まず治ることとかが優先ですよね。そういった方々に僕たちが関われる機会っていうのはすっごく少ないと思います。ただ別に僕たちは死ぬことを望んで接してるわけではないので、そうではなくても関われる方法はいくらでもあると思うんだけども、まあ、接点が少ないっていうのが現実ですよね。さんはどういった方々をケアされていたりするんでしょうか。あのデスカフェとは別のお仕事として。はい、普段グリフケアとしてですよね。そうですね、はい。僕が関わってたのは東日本大震災の被災地だったので、最初の頃はやっぱり震災でどなたかを亡くしたって方が多かったんですけど、時間が経つにつれて全然それと関係なく関わることがいらっしゃいました。もう事故もあれば病気もあればっていう感じで、特別、まあ、例えばなんだろう、自殺のご遺族の対応とかっていうふうにそういう対象を特定していたわけではなかったので、逆にいろんな方と関われる機会があったかなっていうふうに思いますし、まあ、あとはお子さんを亡くした方が割といたかなっていう気がします。はい、ありがとうございます、はい。ね、ちょっとこう災害震災にのグリフケアに関わられてたってことなんですが、まあ、デスカフェも含めてがんに関わるグリフケアをされたこと、またはされているということはありますか？そういう意味では特に この方々にっていうのがないので、お話としては聞いたことはありますけど、まあ、全体の中でそういう方もいましたってことですね。でも、あやの方はいなかったかな、と思います。はい。あや世代がね、自体がちょっとこう、少数だったり、いることが少ないかなと思うけど、まあでもね、2人に1人はがんって言われているので、はい、もしかしたら今後、あやの方もお世話になってないなと思って、まあ、前々回でもお話をしましたけど、はい、ね、そういう場にも行けるようにもっと気軽に行けるようになるといいなと思います、逆にそういう方々同士で常に集まれる場があるんだったら、それはそれですごくいいなというふうに思いますけどね、そうですね、当事者同士の場ももっともっと必要だなとも思います。はい、そうですね、私たちアグタスもそこはちょっと頑張っては、居場所作りを頑張りたいなと思いますし、私たちもこう、はい、年齢とか段階によって必要な場がもっと増えたり種類が多くしていったらいいなと思ってます、はい。そっか、グリーフケアについて何かこう逆に聞いてみたいこととか、私たちがん患者に持っていることとか中藤さんからありますでしょうか？そうですね、実はちょっと今このやり取りをしながら思ってたのは、サバイバーとか今現在治療中の方々から見た時にグリフケアってどう見えるんだろう。さっき冒頭でお話ししたように、要はまあ死別とかを経験された方に関わる活動ですっていうふうにお話ししましたよね、だから実はこの話をしながら、あれなんか死について話してるけど生きてる人たちに向かってそれでいいのかなってちょっと疑問に笑ってる場合じゃないんだけど思ったりしたんですけどですね。でもまあ私の場合はですけど、私はもうその時が来たらっていうのを考えながら過ごしているので、なんとなく怖くてもこう準備段階に肺に遠隔転移した時点、はい、ステージ4になった時点でいろいろな準備、心の準備とか してるような気がするというかしてるつもりなんですけど、
あの私よりもこうもしそういきなり来たと、はい、こうもう危ないかなっていう状態になった時の家族とか、うん、両親ですね特に、はい、両親とか子供とかとは仲がいい友人のケアをお願いしたいなって思っていて、うん、そうなんです。あの私ががんになった時母は大号泣してもう本当に母を何とかしなきゃっていうようなその周りの人のケアを少しずつ始められる方法がないかなって、うん、思ったりします。なんか確かに、うん、あのそういうなんていうんだろうかな効果といったら変だな。それでまあがんにかかってる当事者の人たちもこういう場があるってことを知ってもらうことによって安心ができたりとか、もしくは残される側の方のとってもそういう場があるっていうことを知ることで、まあ今余裕を持ってご本人に向き合える。結果はどうでもいいんですよ。うん、結果はなくなっても、なくならずに済んでも、それはなくならずに済めばいいんですけど、そういう情報があるってことを知ってもらえることで、心に余裕を持ってもらえたら、それはなんかすごくいいなっていうふうに思います。そう、私の立場から言っても、やっぱり、そんなこと考えるんじゃないとか、うん、こうもっと生きると思いなさいとか、そういうことを言われてしまうと、なんか、もう、伝える方法が、まあ、シャットアウトされてしまうので、はい、なんかいろいろな方向からそう知れ渡るといいなと思います、うん、はい、あとありがとうございます。まあ、本人に関しては私はそういう考えなんですけど、まあ、例えばがん自体でそのではないんですけど、がんの治療とかがんになったことで出た影響によってこう辛くなって死を考え、はい、とかもうなんで生きてるのに生きた心地がしてない方とか、うん、生きてるのに生きづらさを抱えてる人ってすごく笑ってても綾世代のがん患者さん、がん患者さんにはすごくいっぱいいて、はい、そういう方に対しての何かがないかなと望んでいるんですけど、うんうん、場所によってはとスピリチュアルケアうん、に携わっている方が関わっている病院とかもありますよね。だからそういうのは一つ活用してもらう手があるかなと思うんだけど、ただまあ実際病院内で活躍ができている方とかってすごく少ない現状があったり、これあれこんな話失礼かもしれないですけど、ツボをかかり、はい、推奨かいや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 、そっちじゃない。そういうことじゃなくて、ちゃんと、うん、例えば、聖路加病院は、そこはキリスト教なので、ちゃんとキリスト教の、その、なんていうの、その、臨床宗教をちゃんとやるっていうのを学んだのもいますし、日本の、仏教界にもそういうのをちゃんと育てようっていうのもあるんだけど、うん、一方で、病院がやっぱりそういう人たちを受け入れる。うん、余裕がなかったりとか、聞いてるとさまざまな支障があったりで、なかなか本来だったらそういう人たちが関われる余地があるはずなのに関われなくて、逆に今患者さんたちが辛い思いをしているっていうケースがあるのかなっていうふうに思いますし、グリーフケアに関わってる人間もやっぱり関わりようはあると思うんですよ。必ずしもその亡くなった後だけは関わりようではないと思うんです。ただやっぱりなんかうまい、まあ、何回かこの3回の中で言ってるんですけど、マッチングがないんですよね、方法がね。まあ、例えばデスカフェに来ていただくだけでもそういった効果もしかしたらあるのかもしれないけど、でもデスカフェってものがあるってことを知らなかったらやっぱりつながれないですよね。うん、で私たちも綾世代の患者さんの中でそういう課題があるとかニーズがあるってことを知らないかったりするので、やっぱりつながりを持ててないっていう、まあ、うん、いろんな問題があるんだろうなっていうふうに思います。うん、ありがとうございます。
あの私たちアグタスもなんかそう団体が大きくなるというよりかはいろんなところにつなげられる役割がしたいなとか、はい、そのマッチングさせる団体っていう、言うとちょっとこう、はい、違う、うん、あのちょっと大きい感じがしちゃうんですけど、なんかこう必要な人に方に必要なものとか必要な場所とかこういう風にできたらいいなって、自分たちで全部やるんじゃなくっていろんな方とつながってこう、はい、できたいなって思うので、デスカフェさんもその一つだなという風な実感を今すごくさせていただきました。はい、あ、いえいえ、ありがとうございます。そう言っていただけると、だからやっぱり僕たちの側もそのグリーフケアとしてもデスカフェとしてもまだまだやれる余地っていうのはすごくたくさんあるよなっていうのをやっぱりこういうお話をすると感じますよね。うん、すごく嬉しいです。はい、うん、そうですね。それでは中藤さんのそのグリーフケアとしてでもデスカフェとしてでも、もし行くは中藤さん自身の夢とか、はい、展望とか今までの2回とか前のお話でも少しずつ聞かせていただいたんですけど、さらに言ってない夢野望とかがあれば教えていただけますか。さっきもちょっと言ったかもしれない、あ、言ってないか、まあいいや。僕実はデスカフェとかグリーフケアやってますみたいなことを言わなくていいような環境ができたらすごくいいなというふうに思ってるんですね。それは身近な人がちょっとずつ困ってる人、悩んでる人、苦しんでる人を支えてくれるような環境、つまりグリーフケアっぽい関わり、うん、さっきも言ったその黙って相手の言葉に耳を傾けるとか、ジャッジや判断をしないで相手の聞くっていうことが少しずつ少しずつみんながやっていくと、きっとデスカフェとかグリーフケアの場っていうふうにいらなくなるんじゃないかと思っていて、やっぱそういったちょっとした身の回りにある人たちのつながりの中で、そういった、ケアが受けられる環境ができたらいいなというふうには思っています。だから僕実はデスカフェはそういう過渡期の活動だと思っていて、まあ、早く自分がやらなくなればいいな。思ったりしています。なのであれ、それであれですか、中藤さんのこういう、メディア露出とかが少ないっていうのはそれですか。いや、それは単純に表に出たくないだけです。そうなんですね。表に出たくない側なのに、うん、今日は本当に出ていただいてありがとうございます。頑張りました、頑張りました。だからデスカフェ、あ、はい、どうぞどうぞ。はい、ごめん、勝手に終わろうとしたの。はい、いや、でもこの3回にわたってね、中藤さんにこうお話を聞いてきたんですけど、はい、でも、 もっとなんかいろいろ本当は聞きたいなと思うんですけど、そこはまたデスカフェだったりとかツイッターフォローしていただけたらいいなと思いますし、はい、またこういう機会ができたらいいなと思うんですけども、最後に一つ、私たち痩せ代がん患者団体としてお伺いしたいんですけども、よろしいでしょうか。はい、何、はい、でしょう。はい、がん検診行かれてますか。がん検診、はい、突然話がこれになるんですが。ほら、僕40過ぎてるので特定検診受けられるじゃないですか、はい、あれは必ず毎年受けるようにしているっていうのと、実は今年初めて胃カメラやってみようかなと思っていて、胃がん、ずっと今までバリウムだったんですけどね、でもなんか胃カメラの方がいいよっていう情報が多いので、まあ試しにやってみようかなと思ってるので、そういう意味では意識せずに最低限の検査は受けてると思いたいです。ありがとうございます。でもその特定検診自体もやっぱりちょっと面倒くさいなって思われて行かれない方とか、やっぱりいろいろお忙しくて行かれない方も、たまにそういうお声も聞くので、がんになったものとしては、がんになった方が行かれてるっていうのはすごく嬉しいことだし、はい、できればこう仲間をね、増やしたくない、増やしたくないっていうのも、ね、健康でいてほしいなと思うので、はい、嬉しいお返事だと、ね、うん、特定検診はタダで受けられるんだから受ければいいのになってすぐに思いますけどね。
そうなんですけどね。そうなんですけど。行かないですね。もったいないな。お忙しいのかな。どうなんだろう。まあね、そんなアグタスの声さんどう思いますか。アグタスの声です。はい。特定健診、そうですね。今ちょうどね、健康診断の時期。うちだけかな、私が勤めている職場健康診断が、はい、昨日、おとといとあったんですけれども、でですね、胃カメラ、胃の検査、本当タイムリーで、受ける受けないみたいな話が、なんかこう、諸先輩方からこう聞こえてくるわけですよ。で、自分は胃は自信があるから受けないって決め切ってお受けにならない方も、いらっしゃるようで、あらあらって思いながらちょっとその話を聞いていたんですけれども、ま、別にお元気ならばいいんですよ、別に思ったんですけど、でもなんか別に受けたことで何かこう悪い影響があるとかじゃないし、うん、早めに見つかったらそれに越したことはないんだが、別に受けたことで別にそんな自分にダメージ残るわけじゃないのになとか、もう中藤さんおっしゃる通りで思うんですけども、まあちょっと根拠のない自信をお持ちの方は、まあやっぱりまだまだいらっしゃるなという印象を受けました。はい。受けてください、皆さん。ね、受けてほしいですね。はい、受けてください。うん、なんですか、ですね、そのグリーフケアっていう言葉を、ちょっと耳なじみがなくて、本当不勉強で知らなかったんですけれども、でもその、なんか、ちょっと、お話聞きながら、ちょっと調べながら、なんかお話聞いてたんですが、はい、やっぱグリーフケアって、やっぱその死を体験した人へのケアだっていうのがほとんどだったんですね、どのサイトを見ても。はい、うん、で、やっぱ人が主で、だけど、先ほど冒頭のお話では、その、知らない人でも、ペットであっても、対象は生き物に限らないっていうことで、はい、自分にとって大切な何かを失った時から始まるものっていうことだったので、なんかがん患者は生きてるじゃないかっていう話があったんですけれども、うん、はい、でもがん患者ってその、ま、切除しないタイプのがん種もあるかもしれないんですけれども、うん、自分にとってでも大切な体の一部だったりとか血液だったりとかを、はい、まあ、その失ってはいるわけですよね。なのでそういった視点で考えるとグリーフケアなのではないかなと、そういう視点でお話聞かせていただきました。はい。はい。で、そうですね、その、ゲスカフェさんを、まあ、きっかけじゃないですけど、その、聞く人をね、分散するっていう視点で考えると、その、いろんな人が、聞き手になっていく世の中に、うん、優しい世の中にってことで、すごく興味深いお話たくさんあって、もっともっと聞きたいなって思ったので、うん、ぜひね、私もそうですけれども、この動画をご覧になった皆さんが、デスカフェに足を運んでいただければなって思いました。今回はありがとうございました。とんでもないです。でも、そうなんですよね。ブリーフって、やっぱりその死だけにつながってる状態って良くないと思っていて、やっぱり本来得られたであろう時間とか経験とか、そう、先ほど言っていただいた体の一部、もう機能もそうなんですよね。はい。そういったものをやっぱり失ってから湧き起こってくる全ての感情とか思いとかっていうのを対象にするっていうふうに考えていただくと、まあ結構皆さんの身近にあるものだなっていうふうに思っていただけたら、すごくいいかなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、とても勉強になりました。いえいえ。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。はい。では、3回にわたってお話を伺ってまいりましたが、本当に貴重なお話していただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい。素敵なお話が多くの方に届けばいいなと思っております。次はデスカフェでお会いしましょう。ありがとうございます。お会いしましょう。